はい、皆さんこんにちは、しんちゃんチャンネルで出てくるパパです。今日は、いつもの子供たちが遊ぶ様子や、どこかにお出かけをして、それを、撮影している動画と違って、今日は、みんなに知っていただきたい、ニュースについてコメントしたいと思います。パパが音声でニュースのコメントをしているだけでは、つまらないと思いますので、そのバックの映像として、今日子供たちが4人でリビングで自由に遊んでいる様子を、お届けしたいと思います。映像は全く意味がないんで、できたら音声の方を聞いてください。で、まずはじめに、申し上げておきたいのが、こういった動画を撮影するのは初めてなんですけれども、どうしてもみんなに知ってもらいたくて、聞いてほしい、内容であるということなので、ちょっとパパはかなり真剣モードなので、ぜひ、子供でもわかる内容は理解してもらって、もし親御さん見てくださっているのであれば、ぜひこれを、周りにもお話ししてもらったり、拡散してもらえると非常にありがたいです。それでは、早速内容に触れていきたいんですが、今日インターネットのニュースでですね、これは、テレ朝ニュースという、テレビ朝日のニュース、ウェブ版かな、で取り上げられているニュースで、なんと6歳の娘を絞殺、首を絞めて殺したと。で、その殺したのが母親であるという、容疑が持たれています。で、その6歳の娘さんは、知的障害が、あって、それに悩んで、殺したと。その娘さんの母親が供述をしているという、大変本当にいたたまれない悲しい事件が起きてしまいました。そして、このニュースのコメント欄には、当然娘を殺すなんて、考えられない母親が、絶対悪いというコメントも、中にはあったんですが、それ以上に目立ったのは、知的障害を、持つ子供を育てるのは、すごく大変なので、お母さんの方に同情のコメントと言いますか、殺すことはダメだけれども、仕方がなかったというような内容のコメントが非常に多かったことに驚きました。で、うちにも、重度の知的障害である、双子の、兄の方がいるんですけれども、父親としてそれを、見たとき、聞いたときのニュースの、感想やコメントは最後に、取っておきまして、まず、皆さんが、どのように感じてコメントをしたかというのをそのまま、申し上げます。コメントがね、かなりの量がございますので、偏りがないように一部、抜粋をしていきたいと思います。まずはじめ、お母さん、追い詰められていたんでしょうね。安易にお母さんを責めることはできないです。苦しかったと思います。続きまして二つ目。知的障害の子を育てています。このお母さんは一人で抱えてしまったり、うつなどになってしまったのかもしれません。表情が病的です。福祉サービスや周りの理解や愚痴を話せるママ友などいなかったのかもしれません。障害児の子育ては普通の子育てではありません。普通の子なら数回言えばわかることが、何十回、何百回、何千回言わなきゃいけない。それでも理解できないこともあります。知能が伸びていない可能性もある。自分が高齢になったら助けられないかもしれない。母親だからこそ真剣に悩んでおかしくなってしまった。簡単にこの母親を責める人は多分無知です。人間にしていく苦労を知らない。体験していないのに偉そうに言うのは、結局こういう苦しむ母親を産むことになります。結局無関心で自分に関係ないと思うから批判できるのです。はい、三つ目。かなり疲れている印象ですね。障害のある子供、学生のうちは学校があるからまだマシで、社会に出てからの方が大変、と聞く。親も年を取り、子も社会に受け入れられてもらわないといけない。そういうのを考えると、こちらのお母さん、そう若いとは言えないし、もう悪い方へしか考えられなかったのかもね。親が若くて元気なうちはまだしも、親が年を取り、死んだら、障害を持つ子供はどうなるのか。そう考えると、親も苦しいだろうな。辛く悲しい事件です。はい。普通の子育てでも悩んだり苦労したりしますが、障害児を育てるのは想像を絶する苦労や悩みがあると思います。母の親友が、知的障害の兄と
健常児の弟を育てていましたが、だんだん手がかからなくなるはずの子育てとは真逆で、体が大きくなり力はどんどん強くなり、癇癪やパニックを起こしたりすると、その度に母親が怪我をしたりして、疲労困憊していました。兄中心の生活に弟もぐれて、夫婦喧嘩も多く、最終的に離婚して夫婦は離れて暮らし、兄は施設へ、弟は家を出て一家がバラバラになっていました。仲が良かった家族なのに、誰も悪くないのに胸が痛んだことを思い出した。はい、私も知的障害児を持つ父親です。このお母さんは大変苦労なさってたに違いありません。私も子供が障害があると分かってから、私たち親が亡くなった後のことをよく考えます。障害を持つ親は皆いつも子供のことを一番に考えています。だから皆さんも自分たちの子供が障害児だったらと考えてみてください。このお母さんが苦労なさっていたことが分かると思いますよ。悲しい出来事です。涙が止まりません。はい、次、ちょっと前半省略します。はい、後半。高齢者の、老老介護の末に殺人っていうニュースも見たことあるし、先が見えなくなっちゃうんだよね、きっと。育児は介護と違い、日に日に成長していずれ親元を離れていくから頑張ろうと思えるんだよね。我が子の命を奪うこと、許されることではないが、私は母親を責められない。自分の命があと40年として、その頃娘さんは40代、残りの何十年かをどうして暮らしていくのかを考えると、いっそって思っても仕方ないと思う。出生前診断で知的障害が予想される結果が出たことで、妊娠中絶することを非難する人も少なくないが、両親亡き後の一人の生活を考えてあげてほしい。高校の保健の授業などで障害のことを少しでも取り上げれることはできないのだろうか。自分も発達障害かもしれないし、生まれた子供が障害を持っているかもしれない。そういう時にどこに相談したらいいのか、男女問わず若いうちに知っておく必要があるのでは。今回母親高齢出産、リスクやその後の子育てが体力的に大変になることも知っておいた方がいいと思う。難しい。間違いなく殺したらダメだけど、近頃多い虐待とはまた違った側面があるよね。健康な子供でもあれだけ手がかかるんだもんな。なんとかならんかったんだろうか。私も発達障害児を2人育てているから、お気持ちは痛いくらいわかります。一人で抱えて大変だったと思います。福祉サービスは子供を預けたり一緒に療育を受けたりするが、自宅にまで先生が、来て助けてもらえることがない。自宅での療育もあれば、お母さんも子供も救われたかもしれない。自宅は密室で子供と2人きりで息が詰まってしまったんだと思う。自分が死んだら誰がこの子の面倒を見てくれるんだろうとか、将来にも希望を持てなくなったのかも。知的障害でもおとなしい子もいれば、すごい力で抵抗する子もいると思う。他人には想像できない。ご家族の苦労は並大抵ではない。血のつながった子供なのに、お母さんにもっと早く支援してあげられなかったのが社会の仕組みも残念。39歳で出産した子供を手にかけてしまうとは。父親は何をしていたんだ。兄弟はいるんでしょうか。女の子が欲しくて39歳でようやく授かったのかもしれない。その子が知的障害ではなかなか大変だよね。はい、例えば金曜から日曜日まで預かってくれるとか、お母さんの休憩時間があったら。知的障害児を育てるには相当な負担がかかる。親は精神的な不安や不満、苦痛に経済的負担と自由や時間も奪われる。国は孤児とともに知的障害者の施設や支援金を増額させた方が良い。生まれた子供をまとめて国が引き取って一括して育てるシステムにすべき。知的障害者を各家庭で育てようとするから無理が生じる。支援疲れってやつですね。父親は何をしてたんですかね。知的障害といってもコミュニケーションが取りにくいというだけなら咎めるほどではないのでしょう。お子さんの中にはパニックを繰り返したり、危険なところへ行ってしまったり、怪我が絶えなかったりなど、親御さんが少しも離れられないケースもあり、親御さん自身も辛くなります。周りのサポートなんて言っても、結局はお母さんの担う時間が一番多い。障害のあるなしに関わらず、子供を守るためにも一時的に預かってくれる施設を増やすとか、現在の、施設のスタッフを増やすなど、早急な対応が必要だと思います。男は妻子を捨てれるけど、女は子供を捨てれない。
言い方は悪いけど、障害を持った途端にシングルになった知り合いが2人いる。共に、義理親と夫が人生狂った責任取れと離婚届を持ってきたんだよね。はい、コメントはまだまだありますが、まあ、こういったコメントが非常に多くて、で、これに対しての、まあ、双子であり、まあ、重度の知的障害者を持つ、父親の私の、意見を、まあ、率直な意見を申し上げたいと思います。で、まず、今回のこのニュースの核心に触れる前に、僕自身このコメントを読んでいてすごく感じたのが、男女平等とか、父親も育児参加というふうに、国や、まあ、自治体とか、まあ、周りの、まあ、世間一般社会通念上においても結構歌われているこの時代において、その皆さん自身がすごく男女差別を、まあ、父親と母親の差別、区別をしすぎているなというふうには思いました。これを見たときに、もう母親の負担、父親は何をしているんだというコメントを見てちょっとショックで、まるでその世の父親は一切子供に興味がなくて子育てをしないというようなふうに、まあ、言ってるように感じて、すごくそれはショックです。当然その、正職で働いている、割合で言うと当然父親と母親だったら父親の方が多いのが現状の社会だと思うんですけども、そうではなく母親と同等同じぐらいもしくはそれ以上に積極的に育児を、まあ、自分の責任だと思ってやっている父親も、まあ、今の世の中、まあ、少なからずいるとは思うので、まあ、その人が、そういうふうに言われた時にどう感じるかっていうのをまず皆さんに考えてもらって理解してもらった方が非常にありがたいなと思います。具体的に、まあ、僕がこれまで父親として育児をしてきた中で、すごく差別を感じてるなと感じるなと思った部分は、また多々あるんですが、その一例を挙げると、例えば、まあ、まあ、乳幼児の検診がありますよね。まあ、1ヶ月検診とか、まあ、自治体によって3、4ヶ月検診、まあ、10ヶ月もあれば、まあ、1歳半、で、まあ、3歳と。で、そういった検診を、まあ、大抵母親が、まあ、ほとんど来てる家庭が多いかなという印象なんですが、まあ、私が、まあ、基本的にそれを全て、一人で子供たちを連れて行くという形で、連れていくん で、特にうちの場合双子なんで、2人同時に2人を、1人で連れて行ったりとかっていうことが多くて、で、まあ行くと、まずその聞かれるのが、あれ、お母さんはというふうに、その担当の保健師さんなり、助産師さんなりに、まあ、言われることが非常に多いです。で、まあ妻は家にいますというふうに伝えたりすると、えみたいな反応をされることが多くて、それってちょっと母親に対しても差別かなと。なんかまるでその母親が育児を父親に任すと悪い母親みたいなイメージで、で、父親が逆に育児をあまりしない父親がいた場合には、あ、まあそういうのはよくいるよねというふうに、こうそう流されて、なんかそれを受け入れられてしまっている社会自体が僕自身すごい非常にまずいんじゃないのかなというふうには思ってます。まあ、その他にもね、いっぱい感じることはありまして、まあ同じように検診や予防接種で行ったりすると、まあ、お母さんに聞かないとわからないことあるでしょみたいなニュアンスでよく言われます。でも今となってはね、もう何年も子育てしてるので、まあ、どこの小児科に行っても、まあ、まあ、そうですね、乳幼児検診とか、まあ、そういったものに、まあ、予防接種も含めて私が連れて行っても、まあ、何も、疑問を持たれることがなくなったんですけども、やっぱり最初の1年、2年は、毎回ちょっと、こう、なんて言うんでしょうね、こう、受け身になりがちな対応されたりとか、そういうことが多かったですね。まあ、他のそのママさんとかからよく聞くのが、まあ、うちは母親任せやから、まあ、旦那、まあ、父親の方は、あまり子供のこと分かってないっていう意見もあったりするんですが、まあ、僕は逆でもええのちゃうかなと。まあ、僕が全部子供の成長の記録や何もかも全部やって分かっていても、まあ、妻が全く知らないこともあっても、全然何ら問題なければいいんちゃうかなと。まあ、理想はね、お互いが両方全て共有できて全部知ってるっていうのが一番だとは思うんですけど、まあ家庭によってはそういう時間を取れない家もあると思いますから、まあいいんじゃないのかなとは思ってます。まあここからはね、自治体とか医療機関に改善してもらいたい部分ではあるんですけど、乳幼児検診とかの問診を書くと必ずね、母親目線なんですよね。子供の成長の記録もあなたが（母親）って書いてあったりとか、あとは、旦那さんですね、まあ、父親は協力をしてくれますかとか、うん、いや、そもそもなんで育児お母さんが全部やるってなってんのっていう前提がちょっと嫌でね、まあアンケートもね、その悪意はなくて産後うつの状態とかを、まあ、チェックするためとかに保健師さんや助産師さんが、まあ、記録として、まあ、見るためにあるとは思うんですけど、
本当に、いやいや、そうなんでしょう、育児や家事分担でしょって言うんであれば、どちらが協力するじゃなくて、協力じゃなくて、どちらにもするその義務があるというふうに考えると、お父さんは協力をしてくれますかっていう、もうその発言自体が、まあ、発言というか、まあ、書いている書面の記載自体が、僕はもうそこで差別を生んでるんちゃうかなというふうにも思います。それはもうちょっと納得がなかなかできないですね。それを自治体が認めて変えている以上は、父親がこう積極的に育児参加ができる社会には絶対ならないと。だからお父さんが行くと白い目で見られて、え、なんでお母さん来てないの、あれお父さんなのっていう目で結構見られること多かったんで、うん、そこがもう根本的に本当に男性の育児参加を認めるんであれば、男性が育児参加してもその育児しやすい環境を整えてもらいたいなと思います。だから当然その育児をまあ、ほとんどやらないお父さんも、まあ、多いと思うんですけど、やらないじゃなくてやれないお父さんも、まあ、中にはいるということをね、分かってもらいたいなと。やっぱり世間もそうですし、まあ、お母さんが毎日育児をしている家庭であれば、それで慣れてる手際の差が違うんで、まあ、お父さんがすると逆にうまくいかなかったりでギクシャクしてで怒られて、まあ、それならもう俺やらないというふうになる父親もいるというふうに聞いてまして、まあ、うちで言うと逆にその僕が慣れてる部分があるので、まあ、慣れてることは僕が全て子供のことする方が早いという意味で、まあ、妻がすることと、で、僕がすることと、まあ、それを明確に、まあ、分けているというところがあって、まあ、それがスムーズにいっているという感じではあります。あと、まあ、妊婦検診の時とかもね、まあ、当然、まあ、全部妊婦検診は全て、今子供全部、まあ、毎回必ず一緒に行ってたんですけど、そこでね、衝撃やったんが、お医者さんにですよ、質問がないですかって聞かれた時に、まあ、今後の子供の成長のことを気になることがあったんで、一つ質問したら、あなた産むんじゃないし、お母さんじゃないから関係ないから黙っといてと言われたことがね、ほんまに衝撃でしたね。それもね、兵庫県の神戸市の西区にあるね、移転したての、もう比較的新しい大きな病院で、それ言われたんで、大きい病院でそれ言っちゃうかっていう感じでね、びっくりしましたね。はい。まあ、多いんですよね、実際。お父さんが育児するんちゃうから、まあ、沐浴の仕方はお母さんにしか教えてないっていう病院があったりとか。うん、まあ、子供が多いんでも、そんなことは聞かなくてもできるからいいんですけど、やっぱお父さんがね、頑張ろうとしても、なかなか参加できないんですよね。まあ、そもそも育児を、あんまりしなかったり、積極的にやらないお父さんが多いから、そういう社会になってしまったのは、もうそれは男性の責任かなと思う部分もあるんですけど、社会がね、今、男性に育児をね、させない、まあ、現状がね、かなり残ってるんですよね。うん。お父さんがお母さん以上に育児をすると、なんかまるでこう、出しゃばってるような感じで白い目で見られることはね、もう本当に多くて、でも僕は周りの目を気にしないタイプなんで、ガンガンやっちゃうんで、なんとか乗り切ってますけど、まあ、普通に人の目を気にするお父さんやったら、これ多分、なかなか育児やりたいと思ってもできないんちゃうかなっていう、その社会環境、ではあると思います。うん。先ほども述べましたように、その乳幼児検診、まあ、予防接種、で、まあ、あとは、発熱時の病院とか、うん。まあ、その他、今だったら、まあ、長男の、まあ、まだ入園してないんで、長男の入園前の、まあ、説明会とか、まあ、親子教室、で、まあ、次男の方も入園を控えているので、まあ、その親子面談とか、親子教室とか、これすべて母親が行かずに僕が行ってるんですけど、まあ、僕は全然気にしないんで、で逆にね、今はあんまそんな冷ややかな目を感じないんで、まあすごく行きやすいんですけど、これまでね、多かったです、やっぱり。あれ？お母さん来てないの？みたいなね、ことをこう言われたりとか。いや、僕は子供の、自分の子にとって何が一番いいかを考えて、まあ動いて、で、まあまあ妻で、僕が連れて行ってる子以外の子を見てくれてたりするんで、まあお互い分担できてるかなと思ってるんですけど、まあ世間とか社会はそうではないっていうところもあったりするのかなというふうに、これまでただ感じてきましたね。はい、事件に関係ないコメントばっかりをね、まあ世間の、これまでに感じた不満や、まあ、愚痴っぽいことをつらつらと述べてきましたけども、まあ引き続きね、ここからは、事件のコメントに触れていきたいと思います。で、ちょっとね、動画がかなり長くなっちゃったんで、事件に対する、その知的障害者を持つ、親としての率直な意見や感想と、面白いな、これ見てほら、なあ。
まあ、うちみたいにその知的障害者とか、まあ、あとは自閉症、まあ、それのみならずその発達障害の、お子さんを持つ、まあ、親御さんにぜひ、見て聞いていただきたいなと思いますんで、次のこの次にすぐ動画上げますんで、はい、この動画も見てください。よろしくお願いします。ポーおもちゃ大好き、遊ぶの大好き、みんなでここをポチッとしてチャンネル登録よろしくね。